お風呂で何でやねん文鈴木翼え青木ひろえ拍手。お風呂屋さんにみんなで行った。入り口で靴を脱いだら、お父さん全部脱ぎ出した。なんでやねん。お父さん、赤ちゃんが真顔になっております。ボタンを押してチケット買ったら、おじさん出てきた。なんでやねん。もう意味ありません、券売機の。のれんくぐったら、はい、気づきと思いますが、もうお父さんは裸です。ここまでの道中を考えると、ずっと裸でここまでいられた。そういうことでございます。のれんくぐったら、腰身のつけてた。なんでやねん。状況が飲み込めません。扉を開けたら、ハワイだった。なんでやねん。蛇口をひねったら、さあ蛇口をひねったらどうなるでしょう。考えてください、はい、何が出てくるかな。こういろいろね、子供はこの間石とかね、石やだなと思ってね、はい、どうなるかな。ラーメン出てきた。なんでやねん。もう豚骨だったら大変。頭洗って顔を上げたら、みんながアフロ。なんでやねん。お風呂とかけました。アフロで、お母さんの水着をよく見ると、すごい武田久美子か。肩まで使って、じゃあみんなで10数えます。10 9、あれ8 7、おかしい、6、5、何、4 3 2 1、ドカーン、ロケット発射。なんでやで。もう飛んじゃいましたね。ポッカポカにあったまって、みんなでプハーン、おいしいね。あ、おじいちゃん忘れてる。なんでやで。おしまい、もうええわ。